はい、了解です。前回、火炎放射器で拠点抜き行きまして、まあ、このシーズン入って初めての拠点抜きだったんですけども、まあ、美味しくはなかったけど、まあ、それなりにって感じでしたね。そして前回と比べまして、やっと念願の、石の外壁をリサーチしました。まあ、なので資材が集まり次第ですね、石の外壁でこの拠点囲っていきたいって感じですね。で、まあ、拠点も結構強化して、まあ、金属強化だったりね、まあ、そこ装甲板強化だったりと、まあ、外壁張らずともね、硬くなりつつはあります。そして、今回はですね、炸裂弾を使って拠点抜き行きたいんですけども、まあ、あまりこう、火薬作れてなくて、今ですね、まあ、マックスで作った炸裂弾が2スタックと8発。まあ、これぐらいでこう、抜ける拠点をね、探していきたいんですけども、一つ気になった拠点があったので、まずはね、その拠点のね、下見に行こうかなと思います。では早速行きましょう。で、今回抜こうと思ってる拠点が、そこの拠点なんですけど、大きさ的にはそんなね、でかくはないんですよね。まあ、上から見たらこんな感じで、割とこう三角が連なってて、どうなんだろうな、元は 1×2 とかなのかな。まあ、製油所置いてあったり、まあ、見た感じこうガレージドアね、つけてたりしますね。まあでも鍵はキーロック。で、この拠点結構複雑そうなのが、この1枚目のね、三角入っていくと、左側と右側にね、こうガレージドアついてるんですよね。なので、扉から拠点抜きしようと思ったら、まあ、ガレージドアも越えなきゃいけないし、まあ結構硬そうではあるので、最近はね、失敗しつつある上から拠点抜きしていこうかなと思ってます。危な、虎ワサミある。まあ土台をなんかしてる感じはないね。虎ワサミ仕掛けてあるのを見ると、エアドロとか拾ってそうだな。うん、三つ虎バサミ仕掛けてあるんで、一回はエアドロ拾ってるはず。この拠点を抜こう。まあ、キーロックだけどね、ガレージドアついてるんで、何かしら入ってるかもしれない。そして狙っていくのは、でも上から炸裂で抜くとして、四角と三角の境目、あそこの部分打っていこうかな。まあ、仮にタンスをね、取れなかったら、もう少し用を取って、まあ、タンス見れるまで、ね、なんとか頑張りたいですけども。それでは一応準備ができたので、拠点抜き、行こうと思います。この辺にタレット置きましょう。では作動開始。そっか、製油所から上がれるから木の梯子持ってくる意味なかったね。では炸裂弾打っていきたいと思います。結構鳴り響いてんのか。多分石強化の部分だったら200発ちょっとで壊せると思うんで、どんどん打っていきましょう。まあ、梱包だったらこうはいかないけど、炸裂弾だったら、ね、一気に見れるんで、それが炸裂のいいとこだよな。結構奥目に弾が当たってるから手前で撃たないとだな。残り250ぐらいか。壊れた。ではセミライン2丁目。ここが一番削れてんな。早く見れそうだけど。奥は壊れた。ワークベンチレベル2。空洞、あ、タンス見えた。人寝てる。ほう、とりあえず中入っていくか。セミオートライフル、タンス見ましょうか。熱すぎでしょこれ。一旦仮で埋めたいと思います。悪いな。とりあえずこいつは倒して。で、他のアイテム見ていきましょう。かまどから見ていくか。金属片。木材。小さな木箱。木材。チョコバーもありますね。この小さな木箱は？石めっちゃ入ってる。常勤も美味しいな。では、大きな木箱見ていきましょうか。装備系。これ、梱包爆薬作ろうとしてたのかな？ショットガントラップも3つある。水道管ショットガン。おお、MP5。トンプソン。肉もあるね。緑のキーカード。マグナムリボルバーもありますね。これが最後かな？お！ブロンズエッグ4つ。これ、バニーの服だ。
耳は見たことあるんですけれども、全身の服を初めて見ましたね。いや、めっちゃうめえな。まあ、多分ここが最深部だと思います。とりあえずこいつら全部持って帰ろうかなと思います。資材の量がやべえな。一旦ここを解体して、夜になってきてしまったんですけども、まあ拠点がね結構近いんで、行き来できる距離なので何往復もして運び出そうかなと思います。けどどうだろうな、炸裂打ち込んでた三角の部分、あそこも気になるっちゃ気になるけど、最深部見たから、もしかしたらね、弾の無駄になっちゃうかもしれないんで、まあ弾の無駄になってもいいかな。見てみようか。まあ、ここね、削れてるんで、何もないかもしれないんですけれども、炸裂弾撃って、この三角のね、三つの部分見たいと思います。まあ、何もねえかな。まあ、ただの通路の可能性大なんですけども。ショットガントラップ、寝袋か。ショットガントラップは壊れたのか。ただの通路かな。お、両開きが開いてるぞ。あー、シャッターか。こっちから見たら開いてるね。空洞だ。焚き火。箱ねえかな。空洞。ん？なんだこれ。結局のところこの拠点枠はついてるんですけれども、入り口の板金の扉壊して、シャッターどっちか壊して、で、まあ、あとね、板金の扉2枚くぐれば一応まあ最深部だったと。まあ、でもシャッター越えなきゃいけないということを考えると、一応上から抜いたので成功かな。炸裂弾は節約になりましたね。ワークベンチレベル2のところに、あ、これ木箱かな。木箱あるね。お、開けれる。木材4358追加でゲットですね。では他の資材系も運び出したいと思います。まだまだ運べるものがたくさんありますね。ということで、まあ日が明け始めてきたんですけれども、今3往復目ぐらいかな。けどまだもうちょっと回収したいものが、いや、いらねえかな。マジでこの隠し箱が気になる。もうこの辺で一旦回収は終わりにしようかな。ということで、タレットもですね、もう弾も抜いて回収したいと思います。気づかなかったけど、地雷仕掛けられてない？うわ、ここにも地雷ある。まあ、トラバサミといい、地雷といい、やっぱり一回ぐらいエアドロ拾ってたっぽいね。でもまあそのエアドロもどうやらまずかったみたいですね。リサーチテーブルもなかったし、美味しいアイテムもなかったんで、どうやらいいのは出なかったっぽい。ということで、拠点に戻ってきました。まあ、今回拠点抜きでだいぶ資材ゲットしたので、まあ、それを使ってですね、まあ、拠点の方増築もしていけたらなと思います。そして今回のね、拠点抜きで手に入れたこのスクラップ1000で、まあ、まずはレベル3ガチャ回そうかなと思います。まあ今ですね、リサーチしたアイテム特にないので、残りレベル3の枠は2枠なので、コンプリートまで持っていこうかな。装甲版の片開き出てほしいけどね。ロケット弾高速。覚えましょう。そして、このイースターイベントでですね、まあ、ブロンズエッグ作って、シルバーエッグ作って、でまあ、やっとこのゴールドエッグをね、作ることができたので、前回シルバーエッグ開けて、ポンプアクション式ショットガンが出たんだったかな。まあ、あれからね、シルバーエッグ1個も開けてないんですけども、まあ、このゴールドエッグで結構いいアイテムが出るんじゃないかと。まあ、風の噂ではね、M249 とか出るらしいんで、いや、わかんないですけど、出るかわかんないですけども、まあ、頑張ってゴールドエッグまでたどり着いたので、開けたいと思います。さあ、何が出るのか。いきます。お！ロケットの弾が出んのか。多分ふざけてるよな。今、レベル3ガチャで、この高速弾のレシピ出たんだけど、普通にリサーチすればよかったっていうね。ゴールドエッグ先開けてたら、レベル3のアイテムコンプできてただろっていうね。まあ、使う機会はもしかしたらないかもしれないんですけども、これ一応ね、拠点に保管しておきたいと思います。え、じゃあゴールドエッグからもしかしたら普通にロケットの弾とか出るんじゃねえの？まあ、それこそ C4 とかもなんか出そうだよね。まあ、ヘリコプターとかね、戦車とか討伐して、ゲットするアイテムがなんか出るような
気がしました。ということで、まあ、今回ね、炸裂弾使った拠点抜きだったんですけども、まあ、また資材が集まり次第拠点抜き行きたいですね。ではまた次回のパートでお会いしましょう。え？あ、落ちた。一回。お、来た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 。あぶねえ。うわぁ。これはダメだ。